皆さんこんにちは、ノスタルゲームのアトリエへようこそ。本日もソニックアドベンチャー2バトル、こちらのゲームを解説プレイしていきます。なおこの動画はパート2ですが、前回の続きからではなく、今回はこのゲームのもう一つのストーリーシナリオ、ダークサイド、こちらをやっていきましょう。わしはこの世に並ぶものなき天才科学者ドクターエッグマン様じゃ。偶然手に入れた爺さんの身、そこにはシャドウという名の恐ろしい最高の機密兵器の存在が記されておった。しかもそれは50年近くも軍の施設に封印されたまま眠っているらしい。宝の持ち腐れとはまさにこのことよ。どれ、科学史上最高の頭脳とまで呼ばれたわしのじいさん、プロフェッサー・ジェラルドの最後の作品、このわしがいただいてやるわよ。前回行った説明等は大幅に省いていくので、パート1から見たいという方は概要欄からどうぞ。またこのダークサイドのストーリーは、前回ソニックが軍に捕まる前の物語から始まります。最初のステージはドクターエッグマンで、アイアンゲート、アイロンゲートではありませんよ。エッグマンもテイルスと同じように常時マシンに乗った状態で敵を砲撃してステージを進みます。一度にたくさんの敵をロックオンし倒すことでポイントを稼いでいくことも同じ。てかやることは全く同じ。このアイアンゲートはテイルスのプリズンレーンと構造が似ていますが、あちらより薄暗いステージとなっており、中年エッグマンにはきついでしょうし、ヌシもそろそろきついです。 DS とかゲームボーイとかその辺の携帯機をそのままプレイすると目がおかしくなります。ステージ中盤には穴があるような場面もあり、一応軽く柵はありますが暗いので注意が必要。見つけられるか、こんな暗いのに。いくつもの防衛ラインを越えて、最終防衛ラインは幾重にも扉が塞がりますが、すぐそばにミサイルが備わっています。アナウンス殿、これは訓練でありましょうか。ミサイルを放つとまとめて扉を吹き飛ばしゴールへ。よし、評価は B。 途中敵をロックオンしたまま欲張ってロックが外れてしまったのが悔やまれます。調べたところ A ランクは2万点なので、できてればいけてました。これが軍の最高機密兵器。意外に小さいな。ユーザーデータを登録後、パスワードを入力。パスワードはマリアと。最後にカオスエメラルドをセットか。こちらスコーピオン正体ホットショット。秘密エリアより危険分子の覚醒を確認。強制排除に移る。了解。
最終訓練ではなくボス戦です。おなじみ軍の戦闘機シャドウも動きはソニックと同じで、ヒーローサイドとダークサイド、キャラクターの操作仕様はそれぞれ重なっています。強制排除ということで、今度は宣言通り射殺しようとしてきましたが、まずはこちらが一発。倒す容量はこれまた全く同じ。しかし軍は新たにチャージショットを披露。なお威力という概念はこのゲームにはなく、攻撃範囲もあんなもんなので、マシンガン撃ち続けてた方が絶対強いです。そしてロケットランチャーも撃ってきますが、これ前回もロケランと言ってましたが、おそらく正式名称はミサイルランチャーです。この場を借りて正しておきます。さあ、分かりやすく赤ゲージでラスト一発ですが、チャージショット、木箱に乗らずともいけました。勝利です。非力な人間ども、あのガードロボットをやすやすと。お前が本当に軍の最高機密兵器シャドウなのか。そのお前がわしの願いを叶えるとはどういう意味じゃ。カオスエメラルドと共に。待て、シャドウ。スペースコロニーアーク、中央制御室でお待ちしています。なんじゃと。いい加減諦めなさいよ、すっごい男ね。トンチのも盗み出しといて何言ってやがる。このマスターエメラルドにはカオスエメラルドの暴走を止めるという重要な役目があって。うわっ、泥棒。そりゃお前のことだ。エメラルドの反応があるので来てみる。これはマスターエメラルドではないか。これはドクターエッグマン。あれがドクターエッグマン。まあ何かの足しにはなるやろ。これはいただいていくぞ、さらばにゃ。ママよ。続いてはコウモリのルージュでドライラグーン。彼女もまたナックルズと同じで、1ステージに3つあるマスターエメラルドのかけらを探します。今回のヒントは青と白の V。 パーフェクトクリアの主でもいまいち目星がつかない。ただこのステージもナックルズのワイルドキャニオン同様、とても狭い範囲を探し回るので、チラ見つぶしに動き回っていれば反応がある。というのもまっさらな嘘ではないのですが、このステージはもう一ひねり加えられていて、今現在いるエリアとは別のエリアがあります。それがこの亀に乗ることでいけるのですが、軍のロボットにいじめられているので成敗します。いじめするロボットとか不良品にも程があります。不良品を始末すると亀は水へ帰り、これに乗ることでもう一つのエリアへ。こちらのエリアはワイルドキャニオンのような中央広場と2方向にだけ分かれた、どちらもすぐ行き止まりの道しかありません。というかさっきのエリアもワイルドキャニオンの地下と地下であること以外は作りが同じと言ってよいほど同じです。もちろん同じなのは形だけで、敵やアイテムなどの配置は異なりますが。ありました、青と白の V。 分かりづらかった。1つ目のかけらゲット、800点と少し控えめ、できれば1000点は欲しい。2つ目のエメラルドは最初のエリアで反応、敵が先に見つけて取っていましたが破壊して没収し、パーフェクト、2000点手に入れました。最後の1つはエリアを移動したところですぐに反応あり、水の中かと思われましたが、この入ってきた穴にはない。そのまま水中を少し泳ぎましたが見つからない。陸地もチラチラ黄色反応になりますがない様子。もう一回泳いで探索。ない。あったのはここです。後で見返すと最初の段階で見えていましたが、水も緑色のですぐには見つけられませんでした。やはり視力があまりよろしくない様子。評価は
マタビー。なお A ランクは1万3000点ではなく1万5000点だったのでだいぶ足りてません。続いては再びエッグマン。ステージはサンドオーシャン。奴らもあのピラミッドにわしの基地があろうとは気づくまい。軍のゴミどもを果たして基地に戻るかい。軍のゴミどもがこんなところにいるということはもうすでに見つかっていませんか。おもちゃ王の言う通り、このステージは流砂が広がっており落ちると死にます。一発アウト、脱出不能です。マシンから出ればいいと思うのですが、ダメなものはダメです。このように動く床が多いので動きに注意が必要。このステージも少々暗いですが、先ほどよりは明るいか。しかし危険度はさっきの日ではありません。まだ序盤のステージですが、初めて挑戦する人にとってはここはなかなかな難所になると思います。ステージ中盤からはこのように奥含めサスケのコースのようになっています。まずは中央に炎が灯る回転リフト。最初にもありましたが、炎に触れるとダメージになります。そこからは小さなリフトを小刻みに渡っていく。周りは全部流砂。そして踏み外すならぬ飛び外しました。飛んだはいいが届かないと思って引き返したが、それも届かない。一番しょうもないやつです。ポイントがゼロになりました。その後もサスケが続きますが、このエッグマンマシンはテイルス同様ブースターがあるので、それを手に入れればホバリングが使えるようになります。それがあればジャンプが安定するのでとても楽。しかし初めてこのステージを訪れた時点では手に入らないので、高度低めで落下も速いジャンプを飛び外さないよう気をつけるしかありません。またバリアを手に入れましたが、プレス装置のつぶすくんに潰されました。こいつもロボットでしょうか。そしてゴール。よし、評価は、まあ順当。このわしとしたことが。カオスエメラルドと共にスペースコロニーアークでか。何があるのか先に確かめてくれる。臨時ニュースをお伝えします。つい先ほど、連邦政府首都にある政府国営銀行が何者かに襲われ、保管されていた宝石カオスエメラルドが強奪されるという事件が発生いたしました。また目撃者の証言によると、犯人は数々の事件から世界を救った英雄ソニック・ザ・ヘッジホッグではないかと推察されています。犯人は軍のガードロボットを次々と破壊し、現在も逃亡を続けています。これはシャドウではないか。ガラクタどもが。おい、関係者は一人も出すな。私の代わりにマリア、いつか必ずこの星に住む全ての人たち、アディオス、シェドウ・ザ・ヘッジホッグ。お次はシャドウの初ステージ、ラジカルハイウェイ。この最初のところもジャンプアクションを決めてポイントを獲得できたはずですが、何回やってもうまくいきませんでした。もともと他のところと比べて難易度が高かった記憶はありますが、衰えたもんだ。このようにこのステージは誰のために作られたかわからない道路を走ってゴールを目指します。場所はテイルスのミッションストリートと地理的にはほぼ同じ。このステージも軍が爆撃を仕掛け道路を落としてきます。きらびやかな明かりが目立つ街ですが、主なら電気消して速攻でこの街から逃げます。ジャンプアクションからの鉄棒、体操選手のような動き、さらにロケットからの、さすがに足が折れました。なのでローリングしますが解除。これには理由があります。本当誰が走るのよここ。ここのジャンプアクションを決めるためです。ナイス。なおたまにこうなります。ナイス出ましたが、せっかく目覚めたシャドウもまた眠ってしまうでしょう。上に登るとまた鉄棒、大車輪で勢いをつけて高く飛び、
動く床に着地。サスケもここまではしないでしょう。バリア持ちのビートルが道を塞ぎますが、あちらのバリアは一定時間ごとに切れるので難なく突破。そしてここをさらに上がるとゴールドビートルがいるので破壊、1000ポイント獲得。そしてさらにこの上から滑り降りて今度は決める。止めるなおもちゃを。決まった。また1000ポイント獲得しました。シャドウやソニックは特にステージで手に入るポイント総数が控えめなので、得点できる部分は逃さず抑えていきたい。本当はこういうところも抑えていかないといけない。そしてジャンプアクションはタイミングなので、ちょっとしたことでミスしがち。ミスすると高ランクを取るためには初めからやり直さないと。道路が予算の都合で工事を打ち切られています。いけない場合が多いので、高ランクを狙うとジャンプアクションのタイミングで手汗が出ます。そしてそれによってミスするというジレンマ。2連鉄棒を越えて最後はうねる道路を戦闘機と並ぶように走り、この辺は時空でも歪んでるんでしょうか。ゴールへ。よし。評価は完璧だ。完璧ではないんですが、いけました。主はいつも A ランクのさらに上を目指していたのかもしれない。この後シャドウはソニックと出会います。前回のソニックの逮捕劇はこういう流れです。シャドウだと？ダークサイドに戻り、お次はルージュ。ステージはエッグクォーター。こちらルージュ、エッグマンの基地を発見しました。これから潜入を開始します。とは言ったものの、まずは扉の鍵を探しておかなくちゃダメみたいね。今回はエメラルドではなく鍵を探します。たまにこういうこともあります。ここには虫型クイズロボットがいるじゃん。見つかったらレーザーでやられちゃうから、ロボットが来たらすぐ暗いところで隠れるじゃん。おもちゃ王の言う通り、このステージは金分型警備ロボットが巡回しており、先ほどのように見つかると暗いところに隠れる必要があるのですが、物陰に一瞬当たるだけでやり過ごせるので、あのロボット視力も頭もめちゃくちゃ悪いです。しかしレーザーはこのように死角から突如現れて発射されるので、撃たれると逃れることはできません。ただ撃たれてもリングを1枚でも集めれば何発でも受けられるので、恐れることはありません。反応あり。鍵を見つけました。このステージにある穴掘り道具はまだ見つけていません。穴掘り道具はミサイルで檻を破壊した部屋の中にあります。エメラルドも反応あり。つぶすくんに潰されましたが、これもリングが散るだけ。ダメージを受けたりリングが減っても得点に影響はないので、貯金することを度外視すると敵の攻撃に対して相当大雑把になります。これでルージュも穴を掘れますが、あの灰色のコンテナは壊せません。それはナックルズも同じ。そして反応がありましたが、鍵はこの部屋ではなくこの辺り。カナブンに見つかりました。地中に潜って逃れられませんでした。なお一発撃つと見逃してくれます。あのロボットも不良品です。この辺りのステージにいる敵はなぜか倒すと小動物を出します。2つ目の鍵はこの炎が灯る食台の真下の地中に埋まっていました。エッグマンが埋めて隠したんでしょうか。最後の1つはこの壁画のど真ん中。ゴリングでした。よしじゃない。この辺りまた食台か。違う模様、こちら側だ。この赤い玉のようなところが怪しいが、ここでした。ヒントだと赤い玉が5つ並んだ場所とかで出てくるでしょう。評価は調子が上がってきたようです。私の華麗なテクニック。清掃装置、行く先はアークって、これ50年以上も昔に封印されたスペースコロニーじゃない。こんなとこ行って何するつもりなのかしら。ま、いいわ、虎穴にいらずんば虎子を得ずってね。続いてはエッグマンでロストコロニー。ここがスペースコロニーアークか。まずはシャドウの言う中央制御室へ直行じゃ。このステージは見ての通り薄暗いどころかもう真っ暗です。老眼とか関係なくまともに前が見えません。子供の頃からこのステージは大嫌いでした。ステージ中ずっとこんな感じです。ただこのように敵を倒すと少しの間明るくなります。ただ敵の姿もほぼ見えません。そしてステージ中盤にはここは上に登らなくてはならないのですが、
本当によく見えません。ですが無事に登るとジェットエンジンを獲得。ブースターと性能は同じです。これでホバリングが可能になりました。敵をロックオンしつつホバリングするといったことも可能。もちろん撃てます。エッグマンは器用です。前方不注意、よく見えませんでした。ぶつかってしまった。またぶつかった。足元の高さなので視覚が特に追いついていません。 HP がピンチ。そしてスイッチを押して進むと難所がやってきました。落ちる以前に敵にぶつかりやられました。ロックオンするまでまた見えてませんでした。穴に気を取られすぎたかもしれませんが、この足元の高さはどうも入手の死角のようです。テイルスの時もそうでしたが、体力に限りがある上に機動力は落ちるので他のキャラクターよりもはるかに敵に倒されがち。ここは本来こちらを穴に落とさんと敵の攻撃が入り乱れる難所。ホバリングは上には上がらないので被弾し床の下に少しでも落ちたらアウトです。しかし突破。しかし第2ラウンドではなく、ここはポイントの稼ぎ場です。攻撃中に敵の攻撃を受けたのでまとめて倒したボーナスはなしになりました。ひどい話です。弓道でいうところの斬新の姿勢でしょうか。撃った後も美しい姿勢であれ、エッグマンにはいまいち当てはまりません。最後はまた上に上がりつつの射的タイム。エッグマンは楽しそうです。ゴールへ。ちなみにあの緑のは落ちるとダメージですが、場所によっては穴扱いでミスになります。評価は D、 緑です。少々力を抜きすぎたかの。 E に続いて D、 エッグマンは調子が悪いです。お待ちしていましたよ、ドクター。科学史上最高の頭脳と称されたあなたの祖父プロフェッサー・ジェラルドの遺産をご覧に入れました。人類初のスペースコロニー、アーク。しかしここの研究施設から多くの恐ろしい兵器が生み出されていた事実を知る者は少ない。そしてこれはその中の一つ、星をうがつエクリプスキャノン。星をうがつも、これがじいさんの遺産。ただし今は封印されています。起動するには莫大なエネルギーが必要。なるほど、そこでカオスエメラルドというわけか。そう、7つのカオスエメラルドを集め、この最終兵器を完全に目覚めさせれば、あなたは星をも砕く力を手に入れ、そして意のままにすることができます。成果すべて。面白い、やってやるわ。こいつを使って世界を支配し、歴史に我が名を記してくれようぞ。果たしてそんなにうまくいくかしら。やった。ねえ、あたしと取引しない？取引じゃと？あんた、あのでかいエメラルド盗もうとしたとき言ったよね、エメラルドの反応がどうのって。あんたのそのレーダー、私に貸してくれないかしら。それでわしらに何の得があるというんじゃ。他のカオスエメラルドにも心当たりある。こう見えても私、宝石専門のトレジャーハンターなんでね。よかろう。じゃ、取引成立ね。私の名前はルージュ・ザ・バット。ルージュでいいわ。まさか今一度この島に戻ろうとはな。しかし軍の基地にカオスエメラルドが保管してあるという貴様の情報、確かなんじゃろうな。まあ、信じる信じないは自由ですけど。まあ良いわい。作戦の説明を始めるぞ。まずはわしが先頭に立ち、軍の奴らを撹乱しつつ貴様らを基地内部まで誘導する。
シャドウはそこから分かれて軍の兵器庫にこれを仕掛けてくるのじゃ。奴らの追撃は厄介ゆえ、島ごと爆破してこれをかわす。貴様には軍の保管庫からカオスエメラルドを盗み出してもらう。トレジャーハンターの腕前見せてもらうぞ。制限時間は30分。二度目はないぞ。心してかかるのじゃ。またまた調子の悪いエッグマンでウェポンズベッド。いきなり敵がずらりと並んでいますが、これはおもちゃで一切攻撃はしてきません。撃ち放題です。どうにか思いしてよ。パーフェクト2000点獲得。さらにおもちゃはあちこちに配置されていて、このステージはバンバンポイントを稼ぐことができます。軍を撹乱するどころか、みんな直立不動です。エッグマンは楽な仕事を選んでました。しかしこの先進めません。見つけました。大砲、シンプルな名前です。これによって灰色のコンテナを壊せるようになりました。そしてここからは前回手に入れたブースターも駆使しつつ先へ進みます。さすがに直立不動のおもちゃしかいないステージではありません。狭い足場で水に囲まれているエリアがありますが、このマシンは当然泳げないので、落ちると流砂同様ミスです。水であろうと脱出は許されません。そしてここを越えるとまたおもちゃが待ってます。ちょくちょく見かけるこの敵は一人でいくつものターゲット表示をしてくれるので、一体倒すだけでボーナスを獲得できます。ただしターゲット部分をこちらへ放ってくるので、さっさと倒さないとこちらにぶつかってダメージを受けるので、また1ポイントも得られなくなります。上にもおもちゃが並んでいます。吹きさらしまであります。置く場所がなかったようにしか見えません。売れ筋商品でしょうか、売れ残りでしょうか。主はリングは1枚もありませんが、ポイントはたんまり。そしてゴールしましたが、評価は C。 得られるポイントが多い分、求められる得点も当然高くなります。あとメクラが発動して一部おもちゃたちを見逃してしまいました。ちゃんとお片付けしなければ高ランクはもらえません。よし、シャドウ、ルージュ、こっから先は作戦と。いやー、ソニック会いたかった。無事だったのね。ソニックじゃない、あんた誰？それはこっちのセリフじゃ。ドクターエッグマン。ギャー、こんな時に。ここはわしに任せて、二人とも先に行け。観念せい、エミー。テイルス戦です。前回とのつながりが見えてきました。ボス戦の内容は前回と同じ。エッグマンも接近するとロケットパンチを放てるので、接近戦を仕掛けに。逆にぶっ飛んだ。砲撃戦に行こう。しかしいまいち当たらないので、やっぱり接近。お互いに痛み分けますが、テイルスの周囲を回るように移動しての攻撃で沈めました。もう少しだったのに。嘘つくんじゃない。そうだぞ。とは100年早いわ。結構エネルギー使いそうなエア懸垂です。そしてルージュ、ステージはセキュリティホール。ドクター、こちらは準備を。時間を指定して。予定外の邪魔が入った。こうなっては一刻の猶予もな。起爆を15分後にセットじゃ。よいか、ルージュ。5分あれば十分。こっちも始めるわよ。ルージュよ、軍の連中に気づかれるうちにカオスエメラルドを集めるのじゃ。エッグマンの言う通り、今回はカオスエメラルドを探します。最近マスターエメラルドを探してない。このステージは制限時間があり、15分もらっていれば楽勝でしたが、見え張って5分と言っちゃったので急がなければなりません。またここは軍の保管庫ですが、空調にお金が待っています。これだけ金庫があるにもかかわらず入りきらなかったのでしょうか。入らないにしてもこの保管方法はあんまりです。このステージは大きく1階と2階に分かれていて、パンプキンヒルのように現在地が分からなくなるようなことはなく、探す範囲は割と狭いと思います。現れたゴールドビートルの中ではありませんでした。あいつは消えるので、そんなことがあってはならんのですが、一
一つ目のカオスエメラルドはそばにあった木箱に隠してありました。このステージには金庫がたくさんある中であえて木箱に隠すという裏をついてきましたが、レーダーがあるので無意味でした。二つ目も早速反応。しかしこの金庫は色分けされていて、スイッチによって開けられる金庫をその都度変える仕組みなので、これが少し面倒です。ですが2つ目はドラム缶のようなものの中にありました。金庫はどうした？金庫はこのように真ん中から開けることができます。頭蓋骨が入ってました。これは事件です。このようにうじゃうじゃと金庫はあるので、一つ一つ開けていたら日が暮れますし、真ん中に G と出ていないものはスイッチを切り替えないと開けられません。一体何をやったんじゃ。約束の時間はもうとっくに過ぎておるぞ。嘘つくんじゃない。この親父最初15分とか言いながら5分も経たないうちに文句言ってきます。めんどくさい人です。最後の一つはまた木箱の中にありました。金庫は使わない方針のようです。評価はえい。どう？私の華麗なテクニック。金庫を破るテクニックは必要なかったので楽勝でした。ところが最後の最後でしくじるなんて。警備中のフライングドッグより指令本部へ。セキュリティホールに侵入者発見。攻撃体制に。ボス戦です。軍の戦闘機がパワーアップして帰ってきました。足を切断し常時飛べるようになっています。相変わらずのマシンガン。今回も宣言は攻撃体制なので問題なし。木箱に乗っていつも通りぶつかれる丘、ルージュなら横の壁にも掴まれるので、ここから飛んでアタックできます。撃たれました。弱点はいつもの場所です。今度はヒット。またルージュはこのように地上から飛び上がるように攻撃することもでき、これを使えば木箱も壁も使わず攻撃できます。もう一発狙いますが、出ました。相手はチャージショットの準備。ただの隙だらけです。掘りずに使ってきますが、ご丁寧に木箱の前なので、最後は木箱を使わせてもらいましょう。一応撃てたようですが、明らかにいらんもんなので、足より先にそれを取り除くべきです。私って結構強いでしょ。勝ちました。ところが、ごめん、こっちミスっちゃったみたい。金庫の中にカオスエメラルドごと閉じ込められたわ。こんなとこでしくじるなんて、トレジャーハンター失格ね。エメラルドを集めてもしくじったことになり、敵を倒してもミスっちゃったことになる。世の中は理不尽です。ということで、ステージはシャドウでホワイトジャングル。前のステージに続いて時間制限あり、10分以内にクリアしなければなりませんが、ここもグリーンフォレスト同様、初挑戦でも楽勝です。そしてソニックに負けじの握力でシャドウもターザンを披露します。地理的にも同じ場所なので、基本的にはグリーンフォレストと似たようなステージ構成であり、森の中をひたすら突っ走ってゴールを目指します。シャドウも空中を勢いで駆け抜けます。ライトダッシュはいりません。しかしソニックと比べるとステージのギミックがやや複雑というか、敵の配置などがやらしい仕様になっています。これは前回のラジカルハイウェイやエッグマン、ルージュのステージも同様で、特に序盤はダークサイドの方が少し難しい印象です。ルージュの対であるナックルズはパンプキンヒルでピーピー言いましたが、先ほどのセキュリティホールも制限時間にあまり余裕があるステージではないので、慣れないうちは時間切れなんてことも全然ありえます。ここはまずありえません。そしてこのステージにはクリアするのにライトダッシュがいります。使えるようになりました。シャドウもこれでライトダッシュができます。最後はいくつものよくわからん乗り物に乗ってゴールへ。6分38秒余りました。あと2周できる。評価は B。 取ったスコアよりゴールでもらえるタイムスコアの方が多かった。あれはあの時のハリネズミか。見つけたぜ、この偽物野郎。偽物？フェイクは君の方じゃないのか。いや、フェイクと呼ぶにはレベルが違いすぎる。言わせておけば。今度は逃がさないぜ、この偽物め。
ソニック戦です。内容はヒーローサイドの時と同じ、水に囲まれているので落ちないよう気をつけなければいけません。シャドウもここでは泳げません。勝ちました。 RTA のようです。ここまでのやつとは悪いね。君と遊んでいる時間はない。シャドウ、何をしておる。早くせんと貴様も島ごと吹き飛んでしまうぞ。なんだって。シャドウはあの星が好きなんだね。プロフェッサーは自分の研究をあそこにいる人間のためだって言ってる。科学の力でみんなを幸せにする、それが自分の生きがいだって。シャドウ、マリア、僕には見つからない。僕が生まれた理由、僕は何のために生まれ何をすればいいのか。いつかあの星に行けばそれが見つかるんだろうか。マリア。何黄昏てんのよ。正直意外だったわ。まさかあんたが助けに来てくれるとはね。でもあんたのカオスコントロールってやつほんと便利よね。別にお前を助けたかったわけじゃない。カオスエメラルドのためだ。あらら、素直じゃないわね。準備ができたぞ。大丈夫なの？カオスエメラルドは全部合わせてもまだ6つしかないんじゃない？デモンストレーションをする分には問題ない。さあ、パーティーを始める。この後ヒーローサイドで見た通り、エッグマンはエクリプスキャノンで月を破壊しました。彼は24時間以内に地球を支配することを宣言します。しかしそれから少しして。何カリカリしてんのよ。いやでもすごいわね。地上の様子調べてみたけど、そりゃもう大騒ぎよ。これで世界征服完了ってわけ？今のままではキャノンの充填に時間がかかりすぎる。実用兵器としての性能を期待するなら、7つのカオスエメラルドは絶対に必要だ。今までどこをほっつき歩いとったんじゃ。なんかあったの？政府との交渉が失敗したのさ。やだやだ、中年男のヒステリーなんて最悪。貴様、自分の役目を忘れたわけではあるまいな。カオスエメラルドの情報はどうしたんじゃい？見つけてきました。なぜそれを早く言わん。なになに？ミサイル落下事件の恐怖からステーションスクエアを救った町の英雄テイルスことマイルス・パウアー君に警視総監賞、町からは感謝の印として巨大な宝石カオスエメラルドが贈られた。とにかくそうと分かれば話は早い。早速地上に降りて奴らを追跡じゃ。だってさ、いよいマリ。ルージュより定時連絡。現時点ではまだこちらのシャドウが本物の究極生命体であるかどうか判断しかねます。プロジェクトシャドウについての調査は現状のまま継続。成功報酬の宝石お忘れなく。
ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回に続きますので、もしよろしければチャンネル登録高評価の方をいただけますと大変嬉しいです。またコメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと今後ともノスタルゲームのアトリエの方もよろしくお願いいたします。それでは。